本日の茨城トラちゃんグルメ、本日トラちゃんがやってまいりましたのは茨城県つくば市中央店にある山岡屋でございますね。朝限定の朝ラーメンが食べれるということで、朝ラーメンなんと510円、こちらチャーシューがフルンフルンで、おネギのしっかり入ったこの豚骨スープの感じが食べれるっていうことでね、朝からグルメ仲間と一緒に、替え玉チャレンジということでね、朝だけ替え玉が1玉100円でどれだけ食べれるかということをね、ちょっと実験的に、食べてみたいと思いますということでね、まずは1玉目もこみちして、はい、お味の方はいかがでしょうか。はい、ガッツクトラちゃん、あ、元気ですね。はい、お味はいつもの通り、お味の方は言わないということでね、早速味変でペースト状にしたドドリアさんをもこみち、こうすることによってね、辛みがあって、味を変で腹の満腹を紛らわすという作戦ですがね、さすがにね、1玉目に味変は早すぎるだろうということでね、はい、2玉目をもこみち、はい、こちらね、ブラックペッパー、味変しすぎだろこいつ、見てください。はい、お味はどうなんの。はい、もうなんか辛そうな顔して3玉目をもこみち、あ、もうドドリアさんもこみちしすぎだわこいつね。この翌日こいつ腹を下して本当に辛い思いをしたというね。はい、4玉目、これ5玉目かよくわかんねえけど、はい、スティッキーフィンガーズ、あ、もうね、時間経たせてるんでちょっと硬くなって、お酢をかけたら0カロリーということでね。はい、トラちゃん頑張って食べてください。もうね、さすがのダイソンと言われてるトラちゃんももう吸引力はゼロでございます。ちゃんと噛むことによって小麦の味が香ると言ってましたね。はい、味の向こう側にたどり着いたみたいですよ。はい、結果おかわり5玉。はい、うまっぺ。はい、皆さんもぜひ